学院大学の佐藤先生、お願いします。神戸学院大学の佐藤と申します。私は医事法というつまり医療に関する法律というのをやっておりまして、でそれゆえに今日のお話というのもその臨床の場面で取ったデータを皆様方がどう使えるようにするかということを話していきます。実は法律の世界では昔からというと日本に西洋法が入ってきたのは明治からですけれども、横のものを縦にすれば立派な業績だ、つまり外国から何か理論を輸入してそれを日本語に直して、昔の文章は縦書きでしたから縦に直せばそれで業績になったわけです。で現在では横書きが法律でも多くございますので、横のものを横のままでですね紹介をするというのが法律での一つの何ていうか作法になっていまして、で今日の私の話ももっぱらアメリカとイギリスの例をご紹介をして、で日本でもこういう制度があったらいいなと私が考えているので紹介をさせていただくということです。ですいません、さっき法律の細かい話はしないと大久保先生おっしゃったんですが、少し細かい話、個人情報保護法すでにご存知と思います。第1条がですね、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護するというふうになっている。で東京大学の宇賀克也という行政法の先生ですが、築城解説の本の中でこれは個人の権利利益の保護のみを唯一絶対の目的とするものではなく、個人情報の有用性も侵蚀することを意味していると、ただし両者を対等に比較考慮するのではなく個人の権利利益の保護の方が重要だということをも表現しているんだというふうに言うわけです。でおそらく先生方個人情報保護法ができたあたりからなんか患者さんの情報が入りにくくなったなとか、あるいは臨床の先生が同意が取れないのでこれは使えませんというふうに断られることが多いなとかいうことをお感じになっていらっしゃるかもしれない。でただし個人情報保護法はこれは大事だと言いながらも、実は個人情報取扱事業者の義務というものについてはいろいろな例外を置いています。例えば基本的に個人情報というのは本人の同意を得ずに勝手に使ったり、あるいは第三者に開示したりしてはいけないんですが、生命や健康を守るためにどうしても必要だとか、あるいは法令に定めがあるという場合には例外なわけです。でさらに医学研究の場合ですが、個人情報保護法の第50条でこんな規定があって、長いので読みませんが、大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体またはそれらに属する者が学術研究のように供する目的で情報を使おうという場合には個人情報取扱事業者の義務が全くかからないという形になっています。個人情報保護法での、取扱事業者の義務ってこんなふうなものがあるわけですが、で例えば利用目的の特定や通知、この情報はこういうふうに使います、あるいは目的の中での利用や第三者提供、あとは管理の問題などなど、でこれらは一切義務がかからないわけです。で先生方はおそらく学術研究を目的とする機関や団体に属しておられて学術研究をなさっているので、これは全てかからないはずだ。でしかしご承知のように各種倫理指針といわれるものの中では個人情報保護法ができた後で倫理指針が改定されて個人情報保護法と全く同じ文言が入っています。なんか法律上はわざわざ適用除外だと書いてあるのに倫理指針の中で全く同じ 義務と言えるかどうか分かりませんが同じ要件が書いてあるし、さらに例えばそのデータ主体データサブジェクトという言い方をいたしますけれども、本人が自分の情報が同意なく使われているとして損害賠償請求の訴訟を起こしてきた場合に個人情報保護法では義務がないからといって同意なく使ったということが果たして公平になるかって、これもよくわからないところであるわけです。ですからおそらく研究現場では特に患者さんの個人情報がついたデータというのはなかなか入らなくなってきてしまっているんだろうというふうに思います。でアメリカの話です。
で、HIPAA という法律があります。でこれはもともとは、ビル・クリントンが大統領の時にできた法律です。で、ヒラリー・クリントンが医療保険改革をやろうとして結局失敗をした。で、まあ、今それをオバマがやろうとしてどうなるかよく分かりませんけれども。でクリントンはそれだったらせめて医療保険を持っていけるようにしよう、ポータビリティのがあるんですが、というのはご承知と思いますけれども、アメリカでは連邦政府がやっている医療保険というのはメディケアとかメディケイドといわれるものしかなくて、多くの国民は自分が働いている会社を通じて医療保険を購入している、だから日本でいうと団体保険のような形になるわけです。そうすると会社を変わるときに保険も新しく入り直さなきゃいけないのですが、その際には例えば健康診断があったり、いろいろ面倒くさい手続きがあったりということがありますので、個人ごとに番号をつけて、でしかも電子化をして、で会社を変わっても元のデータを持っていけるようにしようというのがこの法律の一つの目的です。他にもいろんなことをやっているんですが、でこの法律のタイトル2というところですが、不正請求の防止というのも入っているわけですけれども、何でしょうかね、これ事務の簡素化というふうに訳せばいいんでしょうか。で、全ての、患者さん、あるいは保険者、あるいは病院に番号を振って、でこれは一部うまくいってないところがあるんですが、番号を振って、しかもそのデータを電子化して保険会社が共有をする。でそれによってある人が会社を移っても、元の保険会社から次の保険会社にデータがきちんと渡るような仕組みというのを作ろうと思ったわけです。ただこれをいたしますと、電子化された情報が共有されることになります。だからプライバシーの侵害の恐れというのが出てきました。でそこで、この法律、HIPAA アクトの264条というところで、この法律ができてから36ヶ月以内に法律を作るか、でなければもし法律が作れなければ連邦規則、つまりこれはアメリカの保健省が作る、日本でいう厚生労働省令のようなものですけれども、を作ってプライバシーについて対応するんだということが法律の中で謳われていました。で結局この法律ができませんでしたので、42ヶ月以内の連邦規則の方が作られたわけです。でこれは HIPAA というもともとは医療保険を持っていけるという法律の下位の規則なんですが、実は医療情報に関する個人情報保護法だというところが大きな特徴です。で、こんな形 で何をやっているかということはあまり細かい話はいたしません。でまずこの HIPAA の連邦規則を守らなければいけない人というのは限られています。医療保険者と医療保険の情報を扱う人と、あとは電子的に情報をやり取りする病院や診療所などということになっています。でさらにこの法律で守られる情報は患者本人を特定可能なものというふうになっています。日本の個人情報保護法で個人を識別できる情報というのはほぼ同じだろう。でさらに情報の媒体を問わないということになっています。でもともと HIPAA という法律はこれ情報を電子化するから、プライバシーに配慮しなきゃいけないというふうに謳っていたので、規則の中でも電子化された情報だけが対象になるという理解もあり得たのですが、結局は紙に書かれたデータも含めて全て保護されることになりました。ですから、医療保険者が持っている情報、あるいは電子的に情報取引を行う病院が、電子媒体はもちろんのこと、紙媒体の情報であっても、その情報は保護される。つまり、病院や医療保険者はこの規則を守らなければいけないという形になるわけです。で、ここで関係してくるのはここのところ、情報の研究利用についてです。原則として、情報を利用しようという場合には本人のオーソリゼーションが必要だというのがこの規則の建前です。この6番のところです。では医学研究に情報を使う、あるいは医学研究のために第三者に提供するという場合にも必ず本人の同意が必要なのか、それはさすがにできないので、
IRB がコンセントウェイバーという言い方をしますけれども、この場合にはコンセントはいりません、同意の免除というのを認めてくれると、患者本人の同意がなくとも研究利用や第三者提供ができるという仕組みになっています。少し細かく見ていきます。でまず、利用や開示ができる場合として、 IRB が承認すれば使えるよということになるわけですが、IRB の承認、先生方も倫理委員会というのは面倒くさいと思っていらっしゃると思うんですが、やっぱりとても面倒くさいし、で IRB によって跳ねられるということもあり得るわけですね。で論文があって、でこの、HIPAA のレギュレーションができる前とできた後で、情報を使った研究が IRB にどれだけ上がってきたか、で IRB の審査の結果がどうだったかっていうことのデータです。ですいません、アブストラクト1枚のスライドでまとめてしまったのでとても読めないので、後でどっかのウェブに上げるようにします。で日本語 で HIPAA の、レギュレーションができたのは2002年なんですね。で第1期というのは全く、規定がなかった時代で、第2期というのは大学の内部ルールができた時期で、第3期というのは HIPAA のレギュレーションができた時期で、この第1期から第3期まで合わせて303件の申請がありました。ではそれぞれの時期ごとに IRB への申請件数がどうだったかということなんですが、実は第1期はほとんどないんですね。11件しか IRB には申請が上がってなかった。で全部、迅速審査で通っていました。で大学の内部規定ができた、で件数は増えました。でもほとんどは迅速審査で通っています。ところが、プライバシーレギュレーションができると、もちろん過半数は迅速審査で通っているんですが、再申請が必要になったり、あるいはもうめんどくさいからといって申請が撤回されたりした。とこれは IRB の審査を必要とすることで、いやなんかもしかすると研究計画的に何か問題があるから、そういう研究については、再審査が必要になったり、あるいは申請が撤回されたりしたのかもしれませんし、もしかすると本来有用な必要な研究ができなくなったのかもしれません。そこのところは個々のプロトコルを見てみないと何ともわからないところです。ともかく研究現場に一定の影響があったということは確かです。でもう一つです。実はアメリカの HIPAA のレギュレーションは、諸外国のデータプロテクションアクトと違って、ある一定の情報を個人情報から外すと勝手に研究利用ができるという仕組みになっています。でまず患者さんの名前はちゃんと外してください。でそれから当初の案ではこういうのは外してくださいねということになってたんですが、その後の修正で、町や市や州や郵便番号については全部書いてもらって構わないということになりました。で少し緩くなったわけです。前は、州までしか書けなかったのが、州よりも少し細かい単位まで書けるようになりました。で個人に関係する年を除く日付については、削除してくださいということになってたんですが、これもこれを消してしまうと、例えば何月に退院した患者さんはこういうことが多いというような調査ができなくなってしまいますので、すべて日付については書けるようになりました。あと患者さんの電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、社会保障番号、カルテ番号などなど、でこういうのが入っているのが面白いんですが、これについては消してください。でこれを消してくれれば、こういう情報については研究利用は自由にしてもらって構いません。患者さんの同意も不要だし、 IRB への申請も、IRB の申請はちょっと難しいんですが、少なくとも IRB によるコンセントウェイバーはいりませんという形になっています。で実はこのリミテッドデータセットという考え方は、クリントン政権下での規則では存在をしなかったものでした。で実はこのプライバシー規則がちょうどパブリックコメントがかけられて、でその後実際の施行まで間がある間に、アメリカではクリントンからブッシュへ政権の移行があった。で実はブッシュというのはブッシュのお父さんの方です。うん、いや、クリントンだからブッシュのお父さんの方じゃない、ブッシュの息子の方ですね、息子の方ですね。でどちらにしても保険会社からの献金を受けているので、この HIPAA のプライバシーレギュレーションについては、闇に葬ってしまうんじゃないかという報道がなされたんですが、
ブッシュ政権は、プライバシーレギュレーションは一部は修正をしたんですが、ほぼそのまま、施行させました。でその一部修正をしたという中の一つがここの部分です。でリミテッドデータセットという考え方はもともとの規則では存在をしなかったものでした。でそのために研究者からコメントが寄せられて、でダイレクトアイデンティファイアを除いた情報については自由に使わせてほしいということで、先ほどのような情報を消せば自由に使っていいよということが出てきた。ただしこれについても、一つスライド戻りますが、こういう情報を消してしまうとやっぱり研究の質が落ちてしまうんじゃないかという批判があるところです。でここまでがアメリカの話です。ですからアメリカの場合には HIPAA のレギュレーションというものが個人情報の、つまりごめんなさい、医療に関する個人情報についてはいろいろ厳しい要件は書きながらも、しかし研究利用についてきちんと規定を置くことによって、その範囲内では研究が行えるようになってきている。で、数年前に日本維持法学会というところでやはり医療情報というシンポジウムを組んだんですが、その中でもアメリカは HIPAA あるいはそのプライバシーレギュレーションができて、で情報の共有化はしやすくなった、つまりこのフレームワークであればきちんと使えるということが確認されたという意味では良かったという話がありました。で次は、イギリスです。でこれもうちょっと話は長くなってしまうんですが、イギリスの、データプロテクションアクトというものがあって、でいろいろやっぱり書いてあるわけです。ただしイギリスは、他のヨーロッパ諸国と比べますと少し医学研究に優しいところがあるので情報は使いやすくなっております。で適用除外というのがあるわけです。で研究目的であれば、こう使えるよと。ただしこれでもやはり使いにくい、あるいは本当に使っていいのかということについてはいろいろ疑義が出されて、で地域がん登録がうまくいかなくなってしまったり、あるいは他の医学研究への影響が懸念されたりということがありましたので、2001年の法律の中で患者さんの同意がなくっても情報を利用できる仕組みというのが作られました。でそれがこの、PIAG というものなんですが、ここで審査をして、でこの研究については患者さんの同意がなくても情報を利用してよろしいというお墨付きをもらうと、そのまま使うことができます。でこの2001年法で、これは明らかにヘルス&ソーシャルケアアクトですから、情報について念頭に置いた法律ではなくて、で全く関係ない法律の中の2つの条文で情報についての取り扱いをした。で当初イギリス政府はこれは一時的なものだと思っていたようなんですが、2006年法でも同じ規定を置きましたので、もうしばらくは続くことになりそうです。でこれも、実態をお話しできるといいんですが、ピアグが一件一件の研究計画について申請を受けて審査をして、でこれについては患者さんの同意がなくても使っていいよというものについてはこれを大手を振って使えるということになっている。でイギリスとアメリカちょっとずつやり方は違うんですが、どちらも研究について、きちんと使える仕組み、情報を共有して使える仕組みっていうのを作っているわけです。で一方日本の場合はというと、先ほどお話ししましたように個人情報保護法が適用除外だというふうには言っているんですが、それ以上何もないものですから、実態としてはやはり研究現場が萎縮をして情報がうまく使えなくなっているんじゃないか。例えばこういう制度を作って情報を使っていいんですということを確認するということが必要ではないかなというふうに考えています。以上です。終わらせていただきます。